11月22日午前の取引が終了しました。日経平均株価は2桁の上昇です。昨日の終値と比べて173円79銭高の 22,590 円27銭で前引けとなりました。トピックス東証株価指数も 10.10 ポイント高、 JPX 日経400も 84.07 ポイント高とそれぞれ上昇しております。値上がり銘柄数は東証一部全体の約 64%、 1296銘柄、値下がり銘柄数は約 31% の639銘柄でした。値下がり銘柄数の2倍以上の銘柄が値上がりしたという構成であります。変わらずが約 5% の102銘柄でした。規模別株価指数はも大型、中型、小型いずれも上昇しておりますが、今日もと言っていいんでしょうか、小型株が堅調な動きとなっておりまして、新興市場も含めまして、小さな銘柄、中小型の銘柄に上昇するものが目立ちました。引き続き指数日経平均の影響の大きい大型株も上昇しておりまして、全体的に上昇したという前場の動きであります。商いは最近としては低調と言っていいんでしょうか。売買高は7億7100万株余り、売買代金は1兆3000とび82億円、1兆円は優に超えておりますが、以前ですと1日通して3兆円というのが一つ目処でもありましたが、今日は1兆3000億2倍しますと2兆6000億レベルということでありますから、このところの水準からしますとやや少なめと言えるかもしれません。もっとも明日が祝日でお休みという要因も働いているかもしれません。あるいは決算発表が一巡したということで、決算発表を受けての短期的な銘柄選別もややトーンダウンしているということで、1時から比べると商いはやや少なくなっているという側面も指摘されます。今日は朝から上昇して始まった日経平均株価、どんどん景気敏感株中心に買われる展開となっておりました。2万2500円台まで上昇してきたということですが、一番高い水準ですと2万2677円という水準が寄り付きから10分後にありました。前引けの水準から比べますと90円近く高い水準ということにもなります。昨日の海外欧米株式相場が上昇、特にニューヨーク市場ではダウ平均やナスダック指数など主要産指数が揃って最高値を更新したという動きが強い追い風となりました。アジアのマーケットも揃って上昇しているということで、世界的に株高傾向が続いているという状況であります。こういった中で景気敏感株などが全体的に上昇したという前場の動きでありますが、特に目立った動きとしましては機械株が上昇しておりました。工作機械大手の大熊6103なども 5% 近い上昇で前引けとなっております。最近の受注の好調な動きなどを受けまして、海外投資家などの注文が継続して入っているという見方が市場では聞かれております。逆に下げた銘柄といたしましては3197スカイラークが 3% を超える下落となりました。大株主でありますアメリカの投資ファンドベインキャピタルが今月の28日付でこの株式を売却するということを発表いたしております。短期的な需給悪化が懸念されて下落したという前場の動きでした。以上、今日全引けの模様東証アローズからお伝えしました。